皆さんこんにちは、マリア TV へようこそ。本日は偉大な話題に触れていきたいと思います。私は日本に来て、もう12年目になりましたので、なんだかんだ日本に在住して10年超えました。最初は留学生として来て、私と同期、まあみんなと連絡取ってるわけじゃないんですけれども、この間は私が日本に来た頃に住んでたゲストハウスの管理人さん、私の、今仲いい友達のお友達だから、その方と会う機会があって久しぶりに会って話をしました。でそしてすごい驚いたのですが、ゲストハウスに住んでてその方は連絡取り合ってた人は、まあ、それは大体、9割以上外国人だったんですけれども、母国に帰ったらしいです。で、まあ、私も2、3人ぐらいと連絡取り合ってるんですけれども、台湾の方と同じくロシアの人と、韓国の方ですね、3人ともは母国に帰って母国で何かをしてる。いつもびっくりされるのは、マリアはまだ日本にいたんだ今回は、まあ、なぜ私はこんなに長く日本に住んでも日本のこと飽きないか、なぜこれからも日本に進み続けたいかについて、少し話していこうと思います。人によって理由は違うかと思いますが、私は最初日本に来た時に、横浜に住んでて、そこから東京に引っ越して、マンション借りてから、一人暮らしはそのマンションでしてました。神奈川県と埼玉県と事情があって愛知県と今現在沖縄県に住んでます。なので在住だけでも、5つの都道府県に、在住経験があります。まあよく聞かれるのは愛知県で何の事情があったか、秘密の扉ちょっと開きますが、専門学校の1年生は名古屋でした。本当は行きたかった専門学校は東京にあったんですけれども、私春生じゃなくて秋生ですね。秋生で、まあ、ちょっと外国人なんで、そのビザの手続きとかいろいろ間に合わなくて東京の学校に入学できませんでしたが、同じ学校は名古屋と大阪にあって、名古屋に連絡してみたら、あそこは入学は OK だったので、1年生の時に専門学校に通いながら名古屋で暮らしてました。でそして名古屋はちょっと私に合わなかったんですね。名古屋の視聴者さんもしいたら申し訳ないんですけれども、まあそのね、別に名古屋が悪か悪いってわけじゃなくて、ただただ住む環境として私に名古屋は少し合わなくて、あんまりにも寂しくて、まあ一番大きな理由はね、友達はみんな東京に残ってたので、まあしょっちゅう私東京に行こうとしてたので、もう週末になったらなんかバスに乗ってお金がある時に新幹線に乗って東京に遊びに行ってたので、名古屋で過ごす時間は本当に勉強しかなくて、そのまま友達もあんまりできなかったので、2年生になったら転校できるって言われたので、そのまま東京に転校しました。はい、というわけで愛知県の名古屋で、在住の経験もあります。まあ本題に戻るんですけれども、主な理由、なぜ私飽きないと、なぜ住み続けたい。ここはですね、日本は私の母国と似てるところかと思いますが、日本は大きな国です。面積的にもちろん例えばロシアとか中国と比べたらそんなに大きくないかもしれないんですけど、すごい細かく分けられて47都道府県もあるから、その場所によって地域によって同じ日本なのに新しい発見はたくさんありますよね。その場所によって人の性格はちょっと違う、料理はちょっと違う、文化はちょっと違う、自然は違うっていう特徴があるので、旅行するのも面白いし住むのも面白いですね。一つの場所はちょっと飽きたなと思ったら、まあ、ちょっと、ね、移動すればまたその新しい発見いっぱいの世界が開くので、本当に本当に飽きないですね。場所はもちろんそうなんですけれども、場所に関わるのは自然ですね。私はまあ関東に住んでた時があって、今は沖縄に住んでるんですけれども、まあ、沖縄に来たことある方は知ってるかと思いますが、沖縄は南国ですね。冬なんかないし、今冬だけど冬じゃないんだよね。この格好で私普通に外で歩けます。寒くないし雪も降らないし、こういうなんかエクゾチックな果物、パイナップルとかマンゴーとか食べれるし、全然もう他の日本と全然違う環境ですね。でそしてまた北陸とか北海道行ったら、あそこは逆に雪降ってスキー場があって、また全然違う環境になりますよね。なのでもう本当に各都道府県によってその名物料理があったり、見どころたくさんあるので、
本当に飽きることはないですね。私もこれからいっぱいの場所を訪ねたいし、住む場所はそんなに沖縄からもそんなに変わらないかなと思いますが、うん、近いうちに沖縄から出る予定がないのですが、例えばね、あ、ちょっとなんか日常はそのマンネリ化したなと思ったら、だって旅に行けばいいだけじゃん。その旅に行ってきて1週間、ぐらいとかリフレッシュしてきて、でそしたらまたね、どこでもそうなんだけど、久しぶりに帰るときにまた自分が住み慣れた場所でもちょっと新鮮に感じる時がありますよね。はい、それはまあ一つの大きなポイントと、二つ目の大きなポイントは人です。人、日本人はね、例えば私の母国と違って、私の母国はまあ多民族、190民族以上住んでるので、それはそれで逆に面白いですね。いろんな民族に出会えることですね。だけど日本人は、まあ、日本に住んでるのはもともと日本人だけだったので、だけどなんか同じ民族の中でもやっぱりその世代によっていろんな人柄が出てくるので、なんと言えばいいかな、まあ、海外にもあるんですけど、なんか日本でもあっていろんな世代ってあるんじゃないですか。バブル世代とか、ゆとり世代、悟り世代とか、コロナ世代とか、いろんな世代がありますよね。だから私日本に来た時20歳だったので、まあ大体私の周りにも私の年齢と同じぐらいの人がいましたね。まあ大体それは10代後半とか20代前半。で私は年を取るにつれて、もちろんその同期の人ともそのまま接することがありますが、知り合いの幅ものすごく増えました。最近はやってないんですけれども、前のチャンネルでインタビューの取材、とかしたりしてて、そこは本当にいろんな職業、いろんな年齢の方とお話できたことあるので、同じ日本人なのにこんなに違うんだなと思った。なんと言えばいいかな、あ、これは日本だよ、これは日本の特徴だよ、自分の母国の説明の中でもその年齢によって世代によってその人の目から見る日本だいぶ違ってくるので、それも飽きない理由の一つなんじゃないかなと最近思うようになりました。じゃあ他の国はすごい小さくて人も同じような感じですぐ飽きちゃうっていうわけじゃないですね。いや、例えばね、まあなんでヨーロッパは私にとってはそうじゃないかって言ったら、日本は島国なので結構文化も独特ですし、人のそういうメンタリティもかなり独特なので、常に私は興味津々ですね。いろんな日本人と、話しながら私は勉強をし続けつ私は勉強をしつつし私は勉強をし続けています。いろんな意味でね、人柄の勉強もそう、人の性格、じゃあ日本人にこういう性格があるんだね。あと単純に言葉の勉強、やっぱり日本語ってすごい方言たくさんあって、地域によって面白い方言だったり、訛りだったりもしてるので、私それはそれをスポンジのようにこうやって吸収してる、わけですね。だから私の話し方は時によってもう本当にちんぷんかんぷんで、まあもちろん今沖縄の訛り出てる時があるんですけれども、なんかあかんとか何してるんやろうとかなんでやねんとか出てくる時もあるんですけど、まあ関西の方にちょっと申し訳ないですね。なんかね、そういうイメージがついちゃって、なぜか強く言いたい時に関西弁を使いたい時が多いですね。うん、なんとかなんとかけんとかで調べたら、なんで私けんって言ってるのかな、これなんか、あ、福岡で使われてるらしい、あ、そっか、私福岡の友達がいたから、じゃあその友達と話しながら、ね、話の途中もう本当に無意識なんだよね。別に真似しようと思って真似してるわけじゃないんだけど、なぜか、まあ、ある時にポロッと出ちゃって、あ、これどこなのかなって思う時があります。ということで、まあ、最も大きな理由は3つがあります。1つ目は先ほど言いましたように人ですね。と自然、もう本当に日本は自然豊かでいろんな風景を見れるので飽きることは決してないし、驚くことはたくさんあります。私はまだまだ残念ながら全都道府県行ったことないので、もうこれから本当に楽しみでしかないです。去年運転免許を取れて、で私の今年できなかったら今年か来年ぐらい、この 2,3 年の目的は車で
日本を一周することですね。例えば、自分の車で沖縄から行って、沖縄から行ったら高そうだけどね、フェリーに乗せる。それかレンタカーして、そのレンタカーで、九州から北海道まで行く、一周するとか。それ、私の夢ですし、すごい楽しみにしてることですね。三つ目の理由は、それも、その、場所に関係あるんですけれども、日本のものすごく素敵な特徴の一つは、全都道府県行ったことないんですけど、行ったことある場所の中で自信を持って言えるのは、各都道府県は本当にユニークな文化を持ってるんだなと思いました。その名物料理とかもそうですし、人の物事に対するの考え方とかもそうですし、だからなんかその昔ながらのその地域の歴史もありつつ、それを現代風にされた魅力各地域にあるので、それはものすごく素敵なところなんだなと思います。でもちろん文化に関係あるのは料理ですね。食べるのが私は好きですね。はい。だからなかなか痩せないんだけど、食べれるものは限られてるんですけれども、それでも各地域で新しく試食するものがたくさんあるので、それも本当に楽しみの一つなんだなと思います。なんでこんなに長く日本に住んでも飽きないってなんか変な言い方ですね。そもそもなんで飽きる必要があるっていうか、最初からこれはね、外国人のみんなは感じるかと思うんですけれども、日本に住んでみて心の中でこの場所は自分に合ってるか合ってない、それだけのことを感じれば、もうそこからじゃあここに残るか母国に帰るか、またどこか自分に合うような場所を探しに行くか、そこは選択分かれる、それだけのことかと思いますね。じゃあもう日本私にとって私の居場所だなって分かったら、もうそこから何と言えばいいんだろうね、関係と一緒ですね。多分例えば2人の関係はお互いの仕事だと思います。ある意味お互いなんていうの、二人の関係を面白くするためにお互い努力しなければ、それはいつかね、マンネリ化とかして、お互いは興味なくなるかもしれない。だから自分の居場所との関係とも言えるのかな。じゃあ私は自分の居場所を面白くするため、面白く捉えるため何をすればいいか、常に自分の中でちょっと考えないといけないと思いますね。例えばね、そういう知り合いもいるんだけど、せっかく他国に来てるのにどこにも行ってない、仕事家帰って寝て行って仕事帰って返し家寝て、何も見てないし、どこも行ったことないし、何も食べたことないし、そういうね、名物料理とかどこに何があるかもわからないし、そういう方がいるんですけど、それはその方々の選択なんだけど、人生の選択、私はそれすごいもったいないことだなと思います。せっかく他国に来たんだったら、もういろいろできる限りね、もちろんみんなはもう日本の一周旅行しろとは言ってないんだけど、できる限り、例えば週末に隣の県に出かけるとか、県内でもどっか面白いところを訪ねに行くとか、それだけでも人生はすごい面白くなるし、それだけでも飽きることは決してないかなと私は思います。なので結局人は自分の人生を豊かにするのもその人自身ですし、その人生の課題の一つだと思いますね。それは誰かさんは来て私の人生を面白くしてくれるんじゃなくて、私は自分の人生を面白くするべきで、私は自分の人生面白くできる、それはもう本当に自信を持って言えるので、日本のことを飽きることないし、私日本に住んでたらすごく面白いし、もう本当に毎日のようにいろんな発見があるので、日本のことはまず大好きですから、私の身内も大好きですから、毎日楽しくって言ったらね、もちろん悲しい時があるんだけど、全体的に言うと私は日本に暮らして幸せだなと思う時がよくありますので、その理由で私は日本を飽きることないし、これから日本にぜひ住み続けたいなと思ってます。ということで、皆さん動画最後まで見てくださってありがとうございました。皆さんのご意見ぜひコメント欄でお待ちしてます。この動画良かったと思ったらいいね、チャンネル登録嬉しいです。それではまた次の動画で会いましょう。バカバカ。